スカイウエストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では本日もよろしくお願いします。はい、今日も前回に引き続き鹿児島県のあのちょっとこう裏のホープ、若手ホープでもあれじゃない、樺山さん。はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。樺山さん、やっぱりさっき言ったら一番若いぐらい、鹿児島のこういつもこうベスト8ぐらいっていうか、はい、鹿児島情勢旅村からすると一番若いよね。そうですね、はい、一番年下にはなると思います。あ、年下って意外とやりやすいよ。ですか。やりやすい、やりやすい。絶対頭下げながら、このクソって言っときゃいいんですもん。いや、僕はね、やっぱりね、年下の人が上をに向かうっていうのはね、好きでね。はい。それこそ、あれ、高橋、かばやみさんは誰のご紹介でここにお見えになったん？浜吉さん。浜吉か。あ、違う。浜吉かって言ってたかな。あのね、樺山さん。はい。浜吉くんとは僕、古いのよ。あ、そうなんですか。はい。そう。僕はこの名古屋フットボールクラブは、先ほど、あの、後輩の大津とかって名前が出た、はい、あの頃、はい、結構強くて。はい。そうだな。それこそ今、ベガルだから今年湘南ベルマーレに移籍をして、はい、湘南ベルマーレのキャプテンをやってる大岩ってやつがいるんですけど、あ、そう、はい、センターバックで、はい、でそれがうちの5期生なんだけども、はい、その頃浜吉くんがグランパスのジュニアエースの監督やってたんですよ。はいはい、あ、僕に勝てなかったんです、あいつ。グランパス、グランパスのジュニアユースを見て、はい、だ早々にクビになったんや、あれ。だけど、あのクソ親父っていう感じだったんですよ。はい、あのなんかこう、プライドあるじゃないですか、あの J のチームって。はい、やつは違う。だからもう20年以上付き合って。あ、そうなんですね。そう。だほとんど今も笑い話するけど、尾崎さんには勝てなかったしなっつって言って、あのクソ親父っつって言っていつも思ってましたって、そういう話するもん。うん。ね、今は指導者としてね、同じ大学で、はい。そうですね。はい。うん。でも浜吉君が大学の監督やるときに一番に電話してくれて、はい、ちょっと僕の方が大学の監督早かったんでね、はい、ちょっといろいろノウハウを教えてくださいよって言って福岡まで行きましたもん、僕。それはそれこそ5、6年、4、5年前、まだ彼がオーストリアから帰ってきて大学の監督やるって言ったときだから5年ぐらい前かな。はい、うん、駅前の焼き鳥屋であの焼き鳥壊してもらった記憶ありますもん。だからそういう意味では若手の指導者がね、先輩を食うっていうのは結構面白い。うん、何もないからもうね、行きなっていう感じ。で、今日の高橋テーマなんだっけ。今年のテーマ、今回のテーマはですね、うん、今年のチーム作りについて。なるほど。今年のチームっていうか、はい、新人戦はどうだったんですか？新人は、ベスト、今年8で4つに上がるときに、はい、鹿児島実業さんにやられました。あ、そう。はい。森下君のところも最近ちょっと、まあ、つぶっとると怒られちゃうけども、はい。ね、それこそ大南の時にインターハイとか出て、その後はやっぱりね、ちょっと上村さんにずっと勝てない時期が続いてるし、
でもあそこも中高ではないけども、鹿児島実 FC って12年生そうですね、はい。打ったよね。はい。まあそういうところに着眼をし始めて、こう少しずつ力つけ始めとるんかなっていう気はせんでもないけども、はい、新人戦は全部できたんだっけ？新人は、はい、こういうコロナ禍でしたけど最後まで、はい、できました。もちろん出場できなかったチームもあったんですけど。ああそうかそうか、はい、あれ九州大会もやったっけ？いや九州大会は結局中止に、はい、ああやっぱコロナで中止だったんだ、はい、県は行えたけどっていうやつか。そうですね、はい。果実にやられたの？果実いくつで？01で。ああ、なるほどね。まあうちから行ったやつまだ2年生で今度3年生かな。だから新人、まあちょっとトップには絡んでると思いますけども、はい、またそれもまた楽しみなこう、はい、カードになってくるね、これからね。そうですね、ちょうど12月の末近くまで今年は参入戦に行ってたんです、ね、プリンスリーグの、はい。でその関係もあってちょっと3年生中心のメンバーだったんで、はいはい、まあ、なかなか1、2年生ちょっとこうゲームの機会が結構少なくて、あ、新チームのか、はい、指導がちょっと遅くなっちゃったっていうことか。そうですね、はい。で3年生はそのプリンスの時とその今の新チームっていうのは、はい、ごろっと変わっちゃうかもだったわけ。もうチームメンバーも全部、変わるんで。あ、そうか、3年生主体のチームだったんだ、はい、今年は、はい、今年っていうか昨年は。はい、そうすると良くも悪くもこうメンバーが 全部っていうかほとんど変わっちゃうと、はい、こう監督から見たらその総合力はどうなんですか。だいたいイメージつくじゃないですか、はいはい、今年はちょっと上村さんにもちょっと戦えそうだなとかってなんかあるじゃないですか、はい、その辺で言ったらどうなんですか今年のチーム。ちょっと今年の今度のチームは未知ですね。なるほど。はい、ちょっと期待、はい、だいぶ鍛えないといけないかなっていうふうに。タレント的にはどうですか。タレントがいないですね。なるほど。今年に関してはその派手な何かこう、ね、一人で局面変えられたりとかそういう選手はいないですけど。そうするとチーム力で戦うっていう感じかな。そうですね、今年は多分そういうチームになってくるかなというふうには思っているところです。なるほど。まあだけど、まあ、僕はこういうのもなんだけども、まあ、タレントっていうのは当然必要なんだけども、点がバシッと取れるタレント以外だったら総合力の方がね、高校サッカーでも僕らの大学サッカーでもそこにちょっと面白みがあるとは思うんだけどね。はい、守備的攻撃的今度はですね、尾崎さん、ボールがまず止まらなくて、ボールがあんまり正確に蹴れなくてですね。やっぱ止める蹴るのところ。そうですね、もうそこのまず基本からちょっと今ずっとまたやり直しているところです。で、まあ、ポジション取ったりとか、もう本当こう基本的な、ところから今また、はい、やり始めてます。あのね、僕はジュニアユースを長くやってて、本当に蹴ることについてはそのまだ日本は乏しいかなって僕思ってるんですよ。今のプレミア、まあ、いわゆるヨーロッパのサッカー見ても蹴るとか止めるとかっていうのはやっぱまだまだ日本の方が低いなって思ってるんだけれども、これから止める蹴るっていうのは動きながらの止める蹴るの回数を増やす、トレーニングを増やすっていうのが、まあ、僕は課題かなって最近思い出した、うん、その対面のパスはあくまでアップ的なイメージなんだけども、うん、こうよくやるじゃないですか対面の、はい、これ小中学生僕必要だと思ってる、はい、どこの部位に当てると止めやすいかとかね、はい、こうインステップでもアウトインステップでもインサイドでも
こうやっぱりどこの部位を使うかっていうのはやっぱりちっちゃい時にやっていくべきなんだけど、うん、高校大学あたりだと、はい、とにかく動きながらの止める蹴るか、はい、ここのシチュエーションをどれだけうまくあのたくさん作れるかっていうことの方がいいのかなと、はい、まあ、あとはやっぱグラウンドが土だとちょっときついかもしれない。ここは僕のところ大学がそうなんで、はい、その鶏が先か卵が先かっつってやっぱりね止める蹴るがこう人工芝とかでうまくなって、はい、土に行くと目を切ってしまうから、はい、ボールをよく見ないからいっぱいするってよく言うんだけども、はい、土でやってるとこう思った以上に目をちゃんとこうやってこうね凝視してもボールガンの飛び方が微妙だから出られないとか、だからでもやっぱりグラウンドがしっかりしたところでやれるのが間違いなく小中学生は上手くなる。はい。うん。まあそこはもう反復だから仕方がないかな。そうですね。はい。ねえ。でもさ。川山さんはその現役時代というか、ね、はい、プレイヤーの時はポジションはどちらだった？僕はトップ下でした。ああ、じゃあ、はい、その作る側の人間なんだ。そうですね。攻撃？はい。トップ下だとやっぱり攻撃の方がこう楽しい感じの指導者っているじゃないですか。はい。攻撃大好きです。僕もそうだもん。だけども、そういう人に限って、やっぱり守備をやっぱりしないといけないと、はい、なってくるんだけども、攻撃的なチームにしたいか、まあ守備的にしたいという人は少ないかもしれないけど、その辺のところどうですか、川山さんは。僕はもう超攻撃が好きなんで。いや、いいな、それな、はい、あ、じゃああれだ、ミスを取るためにどうするかっていうことを、日々考えてます。あ、もう3点取られたら4点取れっていうタイプだな。そうすると試合はよく負けるんですけど。まあ確かにね、サッカーって点取るってなんぼの世界ではないけども、やっぱ子供たちが例えばこう遠征に行ってバスの中でこうビデオが見られるって言った時に、1試合を見せるのか得点シーンのこうダイジェストを見させるか、どっちが人気があるかって言ったら明らかに得点シーンだもんね。そうですね、はい、まあそこに醍醐味はあるかな。でもさっき言ったようにタレントっていう言い方ではな、失礼かもしれないけども、選手にね、はい、こう突出した子がいないって言った場合に、こう攻撃的な練習っていうか守備的な練習ってこうバランスやっぱり多少必要じゃないですか。はい。でも今の話、攻撃が大好き、はい、監督さんはやっぱりそういう練習トレーニングが多いですか。そうですね、シュート練習がやっぱり結構多くて、でシュート練習だとゲームが多いです。3対3、4対4とかそういうスモールゲームしたりとか、もうあとはもう基本的にはもうゴール並べて、結構シュート練習は他のチームよりは多くやってるんですけど、入らないです。ね、僕は思うんだけど、ポゼッションのトレーニングが昔は多かったじゃないですか。昔って言ったらそこ10年ぐらいの話ですけどね。で、やっとゴールをつけてシュートを入れられるようなスモールゲームが出てきたんだけども、やっぱシュートで終わるトレーニングにすることも僕は必要かなって最近つくづく思うのね。で、シュート練習って意外と本数をやるっていう、クオリティにこだわるっていうよりも本数をたくさんやるっていう考え方の子の方が多いんで、そこのイメージの改善は必要かなとは思う。はい。うん。まあ、もちろん本数も反復も必要なんだけどね、シチュエーションとしてはね、はい、でも点取れるやついったら勝てる確率高くなるもん、間違いなくね、はい、そう思うでしょ。上村なんかだと今とか来年だったら
あの一人いるだけで結構中途確率高いんじゃない、やっぱり。そうですね、はい、ね、だと思います。フォワード頑張って、フォワードを育成しよう。はいね、はい。だから最近はストライカー講座とかさ、はい、あるじゃないですか。はい、ちょうどあの僕のこの生徒がこの3期生が今年35になるやつかな、あ、2つ下ので、今ポーランドでやってるけれども今年帰ってくるようなこと言ってたから、はい、これは青森山田のインターハイの16年前の優勝した時の10番のキャプテンのやつ、はい、F 棟に入って、はい、平山颯太があの F 棟に来て出られなくなって3年で出ちゃったんだけど、はい、代表アンダー20まで代表やってたやつなんだね。あ、はい、小沢っていうやつでね。ああ、分かります。はい、分かります。はい、あ、これ名古屋市出身なんですよ。あ、そうなんですね。はい、うん、あいつはうまかった。だから未だにね、死んだ子の年数えていかんぐらいっていう表現になるんだけども、はい、やっぱりシュートのこうまさっていうのはあったよね、うん、だから惜しいっていうシュートが入るっていうのだと勝てる確率高いもんね、はい、これはね、鍛えるのと探すのと両方いるよ。そうですね。ね、はい、ここはリクルートで頑張って、はい、ぜひあの新チームはそういう派手ではないけども、こう総合力で戦えるチームと戦えるチームにしたいということで。そうですね、はい。ね、あの、あの、はい、この前その参入戦勝って、来年からあのプリンスリーグで戦えるんですよ、九州の。プリンスで戦えるんだ。はい。おお。だいぶ鍛えられるかなとは思っているところです。鹿児島からは。上村と？とうちですね、はい。ね、はい。それはいいじゃない。はい。こうやっぱりそこで、あのガツ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 っていう強度の高いところでやるっていうのが、さっきの飛べる蹴るのこうクオリティアップにもつながるんで、間違いない。はい、ね、パススピード一つによっても違うから、はい、そこは大きい1年になるかもしれないね。そうですね、うん、簡単には勝てないわけじゃんね、こういう言い方失礼だけど、まあ、だいぶ難しいと思います。そうするとプリンスはちょっと教えて、どこがいるの今の2つ、鹿児島以外に。大津セカンドさん、大津、あ、はいはいはい、トスセカンドさん、はい、ビファーレン長崎、アビスパ、トリニータ、筑東学園さん、九州国際さん、日照学園さんです。ああ、高体連とクラブユースが半々ぐらいだね。ぐらいですね、はい。ああ、でもこれも大きいね、1年。まあ、そうですね、よくここに挙げてくれたんで、うん、まあ、なんとかこう、いい経験ができる1年間になればなというふうに思ってます。ね、それで新しいチームで戦って3年生中心、新3年生中心になるけども、その下にもそれを 見ることができる、はい、体感できることができるっていうのは、こう本当ワンステップツーステップ上がれるチャンスかもしれないね。そうですね。セカンドチームも県の、トップリーグで戦えるんで、まあ、女性さんとか鹿児島実業さんとか同じ、はい、ところに行くんで、だいぶ経験ができる1年になるんじゃないかなというふうに思ってます。それは来年一つ大学の方にも行かせてって言っても、まあこれはご縁なんでね、そういう、はい、またいろいろと情報交換をしながら、でも間違いなくそのリーグで戦えるっていうのはやっぱり違うと思う。はい、僕もそれこそ手前味噌の話なんだけど、10、
0人から始まって、はい、今120人ぐらいいて、はい、8年目で10日1部に上がったんですよ。はい、それでコロナで今度3年目1部戦えるんだけども、はい、勝てないんですよやっぱ。ああで初年度は昇降格なしで残留できて、2年目はドベニで残留できて、で今年3年目に入るんだけども、でもやっぱ経験は大きい、そのプロリーグでやるっていうのは、はい、うん、ここはあの中身の濃い1年にしてください。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。